はい、今見えているのがですね、関西国際空港になります。今日は国内線の ANA のカウンターまでの道のりを紹介していきたいと思います。はい、というわけで関西空港到着です。ちなみに今何階なんですけど、 JR も一緒なので同じく参考にしてみてください。とりあえず目の前のエスカレーターを登ります。近くにエレベーターもあるのでどちらでも大丈夫です。エスカレーターを登ったら、目の前にエレベーターが見えます。エレベーター乗る人はここから出てくる感じです。で、右左どちらでも構いません。出口は一緒なので、はい、とりあえず出口っていうところに進みましょう。はい、改札が見えました。はい、とりあえずここしか出口がないのでまっすぐ進みましょう。で、目の前に見えるのが、駅のホームです。はい、改札です。一本かスイカ切符を入れて出てください。僕はスイカです。改札出ましたら左に行ってください。右は第二ターミナルといってビーチがあるターミナルなので間違いないように、とりあえず改札出て左です。第一ターミナルの方に進んでください。で、進むとターミナル1っていうのが出てきて、国際線国内線があるんですけど、まあ、とりあえず前に進むしかないので前に進んでください。はい、国内線って書いてますね。はい、ではまっすぐ進みましょう。逆側の通路もあるんですけど、まあどちらにしてもターミナル1に進むのでまっすぐ進んでください。ちなみに今いる場所は2階になります。なのでターミナル1の2階部分が入り口っていう形になりますね。この2階部分は国内線のカウンターがあったり出発ゲートがある階層になります。はい、ターミナル1に入りました。入ってまだまっすぐ進んでください。ちなみに関西空港、1階は到着ロビーになります。で、2階が国内線、3階がいろんな店があって、4階が国際線になります。はい、上の看板 ANA って書いてる方に進みましょう。なので右です。はい、ドン付きを右に進みましょう。はい、するといろいろカウンターが出てくると思うんですけど、はい、いきなり ANA のカウンターになります。はい、到着です。なのでターミナル1に入ってからすぐ ANA のカウンターになります。はい、ここで手続きをして終了です。ご視聴ありがとうございました。